ここ最近、ナインティナインの矢部ひろゆきさんがテレビに登場するたびに矢部さんの頭頂部が話題となっています。以前は相方の岡村隆史さんの髪の毛の方がやばいと話題になっていましたが、岡村さんは薄毛治療の効果でかなり改善をされたようです。現在では岡村さんよりやべっちの頭の方がハゲている、やばい、と矢部ひろゆきさんの髪の毛を心配する声が。今回はハゲたと言われてしまっている矢部ひろゆきさんの髪型について深掘りしてみたいと思います。喉にガツンとくる新型電子タバコ。タバコ1箱600円に、年6万節約の非課税の新型タバコ注文殺到。新型タバコで節約できたわけ。賢い喫煙者は即買い。バカうまアイテムでガツのタバコ代ほぼ0円。目次。ないない矢部ひろゆきの頭頂部がハゲた。矢部ひろゆきはハゲてるのに髪型を変えない隠さないのはなぜ？矢部ひろゆきの髪の毛に対してネットの反応。まとめ。ないない矢部ひろゆきの頭頂部がハゲた。矢部ひろゆき。矢部ひろゆきさんはもともと猫っ毛で毛量は少ない方でしたが、ここ数年でどんどん頭頂部が薄くなってきているようです。2021年元旦に放送されたお笑いヒットパレードでも矢部さんの前髪の分け目から見えていた地肌が円形脱毛症のように見えると大変な話題となりました。矢部ひろゆきさんの円形脱毛症についての記事はこちらにまとめてあります。矢部ひろゆき。ないない矢部ひろゆきが円形脱毛症。髪の毛のハゲが進んでると話題に。2021年も元旦恒例の爆笑ヒットパレードが放送されています。今年もナインティナインの岡村隆史さんと矢部ひろゆきさんが司会を担当さ。お笑いヒットパレードでの矢部ひろゆきさんのハゲ疑惑でネット上は騒然としましたが、それ以降も矢部さんがテレビに出演されるたび、矢部っちの頭頂部が透けてる、ハゲてくスピードが速い、完全に岡村さんを超えている、矢部っちのてっぺんがヤバすぎる、といった声が多く上がっているようです。矢部ひろゆきさんご自身は自分の髪の毛についてどう思われているか。ハゲてきていることを気にされていないのか、どうなのでしょうか。矢部ひろゆきはハゲてるのに髪型を変えない隠さないのはなぜ。矢部ひろゆき。矢部ひろゆきさんはハゲてきていると言われているのになぜ髪型を変えない、薄毛を隠そうとされないのか。もしかしてご自分の頭頂部が薄くなってきていることに気づいていないのか。男性はある程度の年齢になると頭髪について敏感になられると思いますので、まさか気づいていないということはないと思いますが。相方の岡村隆史さんの薄毛治療の効果を近くで実感されていると思うので、もし気にされていたら自分もということになりそうです。が、治療をされていないということはハゲることを気にしていない可能性がありますね。というのも実は矢部ひろゆきさんはハゲ家系で父親はつるっぱげであることを以前から公表されています。ということで若い頃から自分もゆくゆくはハゲるという心構えがあったのではないかと思います。芸能人は人に見られる仕事ということで多くの方は薄毛治療やマシケ、カツラといった方法で薄毛を隠されます。ただ、
矢部浩之さんはハゲることをあえて隠さずいよいよとなったらスキンヘッドに。というポリシーがあるのかもしれませんね。あくまでも一個人の憶測となりますが、矢部浩之の髪の毛に対してネットの反応。このくらい普通やろ。これでハゲは言い過ぎ。カッパやんけ。薄毛治療の CM 岡村と役割逆やろ。やべっち FC では黒いスプレーで頭皮が黒い言われてたぞ。単発にした方がいいってやべっち。ハゲでも似合う髪型あるよ。どうせなら番組でハゲにしてカツラをファションとして組み込んでいくのが良いと思う。新しいファッションリーダーになれる。まとめ。矢部浩之がハゲた。ハゲてるのに髪型を変えない隠さないのはなぜ?という内容でお伝えをしました。大きなお世話と言える内容ですが、自分と同じように矢部浩之さんがテレビに出演されるとどうしても頭が気になって目がいってしまう。という方は多いのではないかと思います。今後、矢部さんが薄毛治療を行うのか、それともこのまま自然の流れに任せるのか目が離せないですね。